名神高速道路でも岐阜羽島インターチェンジと立東湖南インターチェンジの間で通行止め。関ヶ原インターチェンジ付近では上りでおよそ5キロ、下りがおよそ6キロにわたって除雪を待つトラックなどが立ち往生しています。その中にいるトラックの運転手は、金沢の方にちょっと荷物を配達してまして、先の方で故障車もとか、あとはスタックした車がいて、それをまず除去しないことには除雪ができへんっていうふうに、ネクスコ中日本さんが今カロリーメイトと携帯トイレ2つと北海道と水を配布して回ってたんですよ。極力早く解除してもらえたらありがたいんですけど、とりあえず急いではいるっていうふうには言ってたんですけど、確実はその何時頃とか、こう今日中っていうのはちょっと言わなかったですね。ネクスコ中日本は岐阜県に支援を要請し、県は職員を派遣して除雪作業やガソリンの補給などの支援をすることにしています。